はい、今から誰にでもできる身体操作第4弾をやっていきたいんですけど、今回首の向きがすごい体重心移動に重要だっていうことを教えたいんですけど、例えばディフェンスラインとかでフォワードと一緒にこう戻りながら守ってる時とか、本当直進しかできないっていうことを教えたいです。ディフェンスはだから、しかも首の向きが戻った正面に戻った瞬間っていうのは本当に重心の取りようがありません。こうなった時もうそういう、だからこの向きからこうなった時とか、とにかく首の向きが変わってる時とかっていうのは、スルーパスとかアンクルブレイクのチャンスになってきます。誰も気づいてないんですけど、ネットでアンクルブレイクの動画とか見てると、首の位置が元に戻った瞬間に逆とか左右に揺さぶられてこけちゃうっていうことがよくあります。このことからこのまず練習、これに対応した練習をしようと思うと、横を向きながら走ったりバックしたりサイドステップしたりすることで、まあ、多少補えるんですけど、僕が一番に見つけたのは横を向きながらダートレーニングのこうですね、一歩ずつ横にずれるっていうトレーニングですね。もうこれしただけで横向いて走ったりするのよりかはだいぶもうすぐ疲れます。もうすぐ疲れるし、体中が疲れるし、もう僕の場合はもう体中がメキメキと、もう神経が通ったのが分かって、それまあ気持ちよかったんですけど、まあ、左利き右利きの人によって顔の向きの効く向きが違うと思うんですよ。僕の場合左利きなんで右を向いてこれですね。これだけでもう左足右足の重心移動がすごい上手くなって、ディフェンスとかもこうやってても簡単にこっち行けるこっち行けるっていう、もうイメージがつきやすくなりました。ちょっとやってみてください。